17代目、中村勘三郎7月29日から1988年4月16日は、日本の歌舞伎役者。屋号は、中村屋。縄文は、角切れ銀案。かえもは、丸に舞鶴。日本芸術院会員、重要無形文化財保持者。本名は、波野誠二。初代、中村吉右衛門と6代目、小野菊五郎の双方に支持し、小山。 立役を共にこなす名優だった。1909年7月29日、三代目、中村歌六の三男として生まれる。長兄の初代、中村吉右衛門と時系の三代目、中村時蔵が共に、歌六の妻、亀の初生だったのに対し、聖治は、目かけの山本六初生の子で、しかも年が離れていたために、幼い頃はよくいじめられたという。 その初代吉右衛門や六代目菊五郎、そして七代目坂東三五郎らが活躍した市村座で聖児は育った。1916年三代目中村米吉を襲名して初舞台を踏んだ。初舞台は市村座の花川道噂のまな板のせがれ長松だった。父の三代目歌六に仕込まれた後は長兄の初代吉右衛門について修行した。最初はお山として 舞台を務める。1929年明治座、五大兵器白石話の忍などで四代目、中村茂氏を襲名。1934年立役への希望が強く、小畜での役不足などから、東方劇団へ移籍する。東方劇団には、九代目、市川駒蔵、六代目、坂東美之助、五代目、片岡露炎、六代目、市川久美蔵らがいた。 1937年に東方劇団が解散すると、しばらく関西歌舞伎に席を置いていた。この関西歌舞伎時代には、二代目、実川遠尺、中村伊佐尾社、三代目、中村万玉らと舞台を共にしたが、この間に立ち役としての実力をつけた。後小竹へ復帰。1944年には、自らとお馴染みの上のけの子であるに、 幼少期から目をかけてくれていた六代目、小野駅久五郎の長女被災だと結婚した。直後に召集令状が届き、徴兵検査を受けるも、地により不合格となり招集されなかった。その後、本土空襲が激しさを増したため、栗浜に疎開していた。1950年1月、長らく耐えていた中村勘三郎の名跡を再興する形で17代目を、 中名し、新たに中村屋を起こす。以後、六代目菊五郎と、初代吉右衛門の芸風を吸収し、時代物と、世話物、髪型と江戸、立役と、小山、古典と新作など、種別を問わない広い芸を身につけた。戦後は活動の主軸を吉右衛門劇団に置き、小山出身らしい柔らか味と、明るくもまろやかな人情味、さらに愛嬌あふれる芸風によって、 人気を博した。生涯通算800役以上を務め、ギネスブックに登録されたという逸話も持つ。映画やテレビドラマへの出演経験もあり、歌舞伎界の枠にとらわれない活動も見せている。1988年1月歌舞伎座、平家尿護島、年広の瞬閣僧図を7日間務めたのが、最後の舞台となった。同年四月十六日、重閣主要の悪化により、 心不全のため、東京都新宿区の東京女子医科大学病院で死去、78歳だった。最後は、麻雀友達で、家族ぐるみの付き合いをしていた、森光子一人が見取った。墓所は、西徳寺。改名は、修法院釈正教大孤寺。53位と、君一等随法省が追贈された。十八代目、中村勘三郎は、長男、新波の波の栗子は、 長女、六代目、中村勘九郎と二代目、中村七之助は孫。二代目、沢村東十郎は、次女の夫。七代目、小野枝光と二代目、小野九郎右衛門は、義兄、六代目、清本縁樹太夫と二代目、大川橋蔵は義弟にあたる。奏本中心蔵大女の足利忠義。ありがとうございます。